こんにちは、セレッソ大阪トップチームフィジカルコーチの山崎です。今日は体幹トレーニングということで、夏に向けたシェイプアップとそれからヒップアップということで、トレーニングをしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では8種目目になります。8種目目は、スイングというエクササイズで、お尻をダイナミックに使いながら、負荷を振り上げることで、体幹部分、いわゆるお腹の部分をしっかりと鍛えるエクササイズになります。まずは肩幅に開いて、でそのままスクワットの姿勢をとります。この時に膝から下と頭からお尻までが平行になる姿勢をとってください。これ体が前になりすぎたり立ちすぎたりしないように平行なポジションをしっかりとってください。じゃあ今度斜めに、でその姿勢が取れたら、この状態からお尻を使って背を高く上げてください。そのタイミングでペットボトルが前に振り上げられるのを、体の正面でしっかりと腹筋を使ってストップさせてください。これを10回から20回行います。4 5 6 7、背を高くするようにしっかりと8 9 10、はい、 OK です。以上になります。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。本日の体幹トレーニングは、体幹部分を効率的に使いながら、夏に向けたヒップアップということで、お尻の部分、お尻の筋肉を、効果的に使うエクササイズにしてあります。回数は、10回から20回ぐらいを目安に2セットから3セット行ってください。キープするエクササイズに関しては10秒から20秒しっかりと正しいフォームを取りながらエクササイズをしてください。体に無理を与えず正しい姿勢を維持できる範囲の中で、無理なさらず行ってください。